平成28年4月9日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社楼門で、茜桜2016があり、大勢の見物客が訪れて、光と音のイベントを楽しみました。まず、阿蘇市商工会青年部の内野弘樹副部長が挨拶。旧坂梨小学校の児童たちによる古賀の虎舞でステージイベントが始まりました。この茜桜2016は、阿蘇市商工会青年部が現在阿蘇市で開催されている阿蘇の花の祭典の協賛事業として昨年から開催しているものです。阿蘇神社楼門で社会人吹奏楽部の演奏や地元の有志による阿蘇恋カルデラのよさこい踊りに合わせて、楼門下の石段にプロジェクションマッピングが映し出されました。さらに楼門周辺のライトを消して、津軽三味線とシンセサイザーがユニットしたいずるによるステージが行われ、三味線の音色に合わせて花火や阿蘇の情景が石段にマッピングされました。会場には大勢の観客が訪れて、光と音のステージを楽しんでいました。